それでは表題の論文について自然言語処理研究室の川津氏が紹介いたします。まず概要についてです。既存の文法上の誤り訂正システムでは出力のエラータイプがアノテーションされていないためリコールの観点でしか評価できませんでした。そこで複数の原文と訂正された文から自動的にその編集箇所を抽出してエラータイプを捨てて他の観点から評価できるようにするためにこの ERRNT というツールキットを作成しました。でこのツールキットでは少なくとも 95% のケースで人手で評価した場合に良いまたは許容可能というような評価を得られました。ではまずそのシステムの出力からエラータイプを分類するためにその編集箇所を決定するタスクについて説明いたします。まずその原文とその訂正された文の対からその編集箇所の開始の位置と終了位置を決定します。これにはフェリスラの手法を用います。この手法ではこちらに示すようなアルゴリズムのコスト関数に品詞や補題などのさまざまな言語情報を組み込み同様の言語特性を持つトークンを成立させる可能性を高めるといったような手法になっています。で続いてそのエラータイプを付与するものについてです。こちらについて既存の手法ではこのスワンソンらの手法がありまして、こちらの手法では最大エントロピー分離器を用いて分離する手法がありましたが、こちらの手法ではその分離器を作るときにデータセットを用いて分離器を作っているんですが、このデータセットに偏りがある場合に分離器にも偏りの影響が生じてし影響が及ぼされてしまうので、本手法ではそのデータセットに依存しないということを目的としてルールベースの分離器を作成します、しています。では、そのルールについてですが、こちらに示すようなルールを作成いたしました。まず、ほとんどのエラーが、ポスの品種のカテゴリーに基づいて、決まっているということに着目して、自動付与されたそのポスタグのみに基づいて編集を、その分類するルールを、作成しました。次に、トークンがその挿入、削除、または置換されているかどうかによって、そのミッシング、アンネセサリー、リプレイスメントというような、エラーになってのタイプになっているというのを区別するルールをつけました。最後に、ポスタグだけでは区別できないタイプもあるので、それを処理するためのルールを作成しました。でそのポスタグだけでは区別できないタイプというのがこちらのようなものになっております。こちらのに示すエラーはどれも、動詞のところのエラーとなっているんですが、その訂正するもので、例えば1番であれば、is が2文字とも大文字になっている。で、ISS というふうにスペルミスをしている。3番目は、動詞が選択ミスされている。4番目は、その分子などの形が違う。5番目は時制が違う。で6番目はその、非なので、is を使わないといけないのに、are を使っているという複数形と単数形のミスというように、ポスだけでは区別できない、こちらのようなタイプがあります。こちらのようにタイプに対して、このそれぞれ、このようなルールを設定して、処理をいたしました。続いて、その分類器に与えるための、分類器にはこちらに示す4つの、情報が必要なので、この情報を付与します。この付与には互換抽出のみ NLTK のランチャスターストリーマーというツールを使って付与し、それ以外のポスタグや語句依存関係などについてはスペーシーというツールを使って情報を付与しました。今回作成した分類器はルールベースで作成されており、そのルールも先ほど示したような自動で付与された情報のみに依存しているため、データセットに依存しておりません。なのでデータセットに偏りがあってもそれに影響を及ばされないというようなものになっております。また同時にラベル付きのトレーニングデータを必要としないため、それの作成にかかるコストも必要としません。またもう一点、ルールベースで行うことのメリットとして、エラーカテゴリーを割り当てた理由、エラーのタイプを割り当てた理由を、正確に判断することができます。これによって、他の機械学習などを用いたものよりも一貫性を持った判断ができると考えます。分別するエラーのカテゴリーにはこちらに示すような25種類の分類があります。
では、続いてその分類値の評価についてです。このエラーの分類なんですけど、その自動的に付与された情報のみに基づいているため、その規範となるラベルがデータがありません。なので、小規模な手作業による評価を行いました。データセットに用いたのは FCE テストおよび、おそらくこれはシェアドタスクのものだと思うんですが、コノル2014からそれぞれ100分ずつランダムに抽出した、計200分のデータを用いました。また対象としては、この、評価をした人は GEC の研究者、5人で評価を行いました。で、その評価の方法は、その結果のエラータイプの妥当性を良い、許容可能、悪いの3点から選びました。で、結果が右下に示すような表となっております。この表から分かる通り、5人の評価者全てが少なくとも 95% は良いまたは許容可能というふうに結論付けました。続いて、このツールのツールチップの価値を実証するために、コノル2014のシェアドタスクで制作されたデータにこのツールチップを適用してみます。全てのシステムの出力と公式のリファレンスを自動的にアノテーションして各システムを評価しました。まず、ミッシング、リプレイスメント、アネセサリーエディットの各システム、この3つの点について各システムのパフォーマンスを調査しました。その結果が下のようになっております。こちらの表を見ると、その、AMU と IPN、PKU、RAC、UFC というこの5つのチームが不要なトークンエラーを全く修正できなかったということが分かります。これらに対応できないと、このコノル2014のこのテストデータではおよそ 25% このようなエラーが占めているため、システムのパフォーマンスが著しく制限されてしまいます。今回の本手法を用いることでこのようなことが見えてきます。またもう一点、全てのその、今回のように全ての出力の編集を明示的にアノテーションしているために、編集範囲が固定されるといったメリットがあります。このメリットを用いて、そのシステムこの範囲観点でシステムパフォーマンスを評価できるメリットがあります。なので、先ほどのシェアドタスクに対して評価を行ってみると、右のような表の結果になりました。この表がそのマルチトークン編集で、この表ではこの検証ではマルチトークンの編集を修正する際の各チームの全体的なパフォーマンスというものを評価しています。この結果から分かるように、マルチトークンの編集ができマルチトークン編集がよくできているチームというものは多くないです。 F チームを見てもその 10% を上回るようなチームは3チームのみしかありません。このような評価も本システムを用いることで行うことができます。まとめです。並列エラー訂正データに明示的な編集範囲とエラーのタイプの情報を自動的に注釈をつけるように、こちらのツールチットを作成し、それについて説明をしました。そして、本手法の分類器を小規模に評価すると、各評価者が予測されたそのエラーの種類の 95% 以上が良いまたは悪い、良いまたは許容可能というような、評価を行いました。そして最後に、その、このツールチットの価値を証明するために、シェアドタスクコノル2014のシェアドタスクのデータに適用することで価値を実証しました。以上になります。